こんにちは、リョーコバーバです。突然完成品をお見せしてるんですけど、これ皆さんね、ご存知のともりんさんのともりんネット編みで、iPhone カバーをまた iPhone ケースですね、また編みました。私は可愛いものを編みたいんですよね。いつもは可愛いと思うものをなんかいつも編みたくて編んでるんですけど、今回も可愛い糸で編みました。このピンクの糸とこのネットの糸なんですけどね、これはちょっとこれとこれで編んでるんです。こっちのピンクの糸はですね、雑貨ストアーズさんの糸で、ココリータという糸ですね。これはもう数年前かな、買ってたんですけど、5個セットでした。アクリルが 51% で、綿が 49% で、かぎ針が5号から7号と書いてありますね。それでこっちの糸は、これもこれ最近買った糸なんですけど、これも雑貨ストアーズさんで買いました。これはパルフェという糸ですね。テープ状になってるんですよね。こんな感じでピンクと水色と黄色、みんな薄い色ですね。それのグラデーションの糸ですね。この糸もこの糸はこれだけ編むといったらちょっと製品的には編みづらいので、引き揃えたりこんな感じで他の糸とこう合わせたりして編むには最高の糸ですね。かわいい糸です。この2色で今回編んだんですよね。なんか私はカゴの中に編みかけの糸、残り糸とか入れてる、もうこう山盛りにして入れてるんですけど、で編む時にやっぱり色合わせしますよね。その時になんかこの2色が気になってたんですよね。それで今回前回1回携帯ケース編んだんですよね、このともりんさんのネット編みで。でこのネット編み なんか知らんけど気に入ってるんですよ。それで今回もまたこの可愛い糸があったので編みました。編み方はねともりんさんが丁寧に編んである動画がありますので、そちらの方をご覧いただけたらいいと思います。私はもうこの完成品をご紹介したいと思って動画にあげました。でここの留めるとこですね、こう紐をつけて紐にかけてるんですけど、ボタンもう簡単にボタンで留めようと思ってたんですけど、なんか気に入るボタンがなかったんですよね。みんな地味なボタンばっかりだったから、そしたらもう糸でくるんでしまおうと思って、そしてまた可愛いお花をつけてお花にしてボタンを編みました。ボタンはですね、このボタンと一緒なんですよね。あんまりこうね、まあこれだけでもいいんでしょうけど、可愛く仕上げたかったのでこのボタンをくるみました。ボタンは1.5センチ幅が 1.5 センチあります。で厚みも何ミリかな、2ミリぐらいあるんですよね。だからこれをくるんで花びらをこうつけましたけどね、このちょっとここの部分をちょっと編んでみようかなと思って今から編もうかなと思います。糸はこのいつも使っている雑貨ストアーズさんで買っているラパンという糸ですね。レース糸の20番よりもちょっとだけ太い
もうほとんどあんまり変わらないですけど、ちょっとだけ太いですかね。これでちょっと編んでみます。花びらはこれ10、20番のレース糸の白です。で、かぎ針は2番ですかね。レース針の2番ですかね。編んでみます。で、輪の中にいつも通り6目ですね。次が2段目が2段目が6目プラスで12目ですね。 すいません。1目に2目ずつ。こんなして編んだらですね、こんなして合わせるんですよね。で、大体幅的に一緒なんで、12目編んだら3段目も12目編んでいきます。もうこれ以上目は増やしません。11、12、これで3段目ですね。3段目、3段から5段目まではそのまま12目で目を編んでいきます。これが4段目ですね。これを一周、4段目も5段目も12目でいってくださいね。はい、5段目まで編んできました。そしたらこんな感じになるんですよね。で、この中にこのボタンを入れて、ちょうど真ん中、ボタンが真ん中に来るように、ちょっと最初はしづらいんですけどね、こんな感じでボタンを入れるんですよね。じゃあちょうどこれがお花の中心になるんですけど、あとは5段編んだら、あとはボタンを入れたまま、今度は半分に減らし目します。1目立ち上がって根元と次の目を ちょっとしづらいんですけどね、2目いっぺんに引き抜きます。で、次も2目いっぺんに引き抜きますね。12目の目を6目に
減らします。ボタンが飛び出ないように気をつけてからですね。ボタンいっぺんに、最後ですね。よいしょ。これで目が6目になりました。そしてボタンをくるんだ感じで編んでいきます。これでもう花の芯は終わりですね。あとはで糸始末をしますね。なんか台風が来てるみたいですもんね。ここはあの北部九州なので、あの直接こう通り道になってるみたいですもんね。ちょっと怖いですね。沖縄の方が強い台風でしたって言ってやったから、どんなね強い台風が来るのか心配ですね。もう最近はもう台風がよくこの辺通るから気が気じゃないですよ。あの嵐の前の静けさみたいに、あの風も吹いてないんですよね今のところ。だけど雨はあの降ってきました。これから風も強くなるんだと思いますけど、こんな感じであの脇をこう絞るために一目ずつくぐらせてきまして、ギュッて絞ったらこんな感じで絞れてしまうので、あとはもう糸をくぐらせながら糸始末をします。こんな感じで花の中心をボタンを入れてくるみました。裏と表はあのだいたいこの年輪みたいなのがこうね編み始めは分かりますから、こっちが表ですね。今糸始末したところが、絞ったところが裏ですね。見たらすぐ分かりますので、でこれにあの花びらをつけていくんですけど、ちょうど3、4、5段が12目そのまま増減なしで編みましたので、4段目の12目のところに花びらをつけていこうと思います。ここかな、ここですね。ちょっとつけて花びらを作ります。花びらも針は一緒ですね。適当に4段目の目と目の間にこうくぐらせて、よいしょ。で、次に最初2目。鎖編みをして、長編みでしました。同じところに花びらを編みます。ちょっとしづらいですけどね、この長々編みを 4回
同じところに4回長々編みを編みました。そして最後鎖編みを1、2回鎖編みを2目ですね。それを今度は隣の目の間に引き抜きます。これが一つ花びらができましたね。そしたらまた2目鎖編みをして長々編みを次の目のところに編みます。2回、2回、3回、4回で鎖を2つして次の目のところにかけて引き抜きますね。これで2つですね。これを繰り返す6回、花びらが6枚になるようにしていきます。くぐらせたところに次の目、ちょっとしづらいですもんね、このやり方は。で次の鎖のところに、よいしょ、止めます。こんな感じで花びらがあのね、ちょっと ねじれたみたいな感じに出来上がるんですよね。これはこんな感じで3つできましたね。あと3個ですね。こんな感じで一周してきました。花びらが6枚ですね。でこれを引き抜いて、で糸始末します。もうこの辺にこうギュッと引っ張ってくぐらせて、今度はこちらの方に終わりです。こんな感じでできました。で、あのこれボタンはあの穴が4つ開いてたからですね、まあ、あのこういう、どれかな、こういうあの糸ですね。これポリエステルかな、もう普通縫い物する糸で、あのちょっと同系色の糸でね、
閉じつけたらいいと思います。穴が見えないからこう手探りで今これはしましたけどね、手探りでするしかないから。ちょっと花びらがちょっとねじれてるんですよね。同じところにこう長々編みを4回したからちょっと花びらがねじれてる感じですね。こんな感じでボタンをくるんでお花も作れますのでね、こんな利用ボタンの利用の仕方もいいんじゃないでしょうか。気に入らないねボタンとかあったらくるんじゃえと思ってくるんじゃいました。これ合いますよね、ボタンとボタンをくるんだお花とこの模様とね、とても可愛い携帯ケースができました。大体の機種は入ると思います。長さを測ってみましょうか。だいたい16センチ5ミリ 16.5 とだいたい高さが9センチぐらいですかね、 8.5 から9センチ。それでニットだからこう伸びますのでね、もうピタッと入る、 iPhone がピタッと入る感じです。これはでこのともりんさんのね、このともりんネット編みは、ネット編みは編み上がりがちょっとね分厚くなるからいいと思います。このピンクの方とこのネットのネット編みがなんて言ったらいいんですかね、二重に編むみたいな形ですから、ちょっと分厚くなりますからね、携帯とか入れるにはもう裏地とかつけなくていいと思います。伸ぶから横にも伸ぶし縦にも伸ぶし、これだけでいいと思います。私の Android の携帯もぴっちりですけど入りました。 iPhone はもうちょっとちっちゃいのかな。かわいい携帯ケースができました。でお花もボタンでくるんでね、可愛くできました。今日もご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。